皆さんこんにちは、車マイスター元でございます。今回私はこちらに来ております。ポルシェセンターみなとみらい、こちら神奈川県横浜市にありますポルシェディーラー、こちらのみなとみらい店ですね。こちらがリニューアルオープンいたしました。こちらはなんと日本で初めてホテルと併用したディーラーさんなんですね。こちらの上がなんとウェスティンホテルさんなんですね。こちらウェスティンさんの1階にショールームを構えた日本で初のポルシェセンターなんですね。さあそれではお邪魔いたしてみましょう。お邪魔します。さあ早速お出迎えしてくれるのが GT3 ですね。シャークブルーの GT3、 こちらはポルシェジャパンさんの候補車ですね。いろいろなモータージャーナリストの方々が YouTube 動画に上げている、まさにその車両ですね。いやかっこいいですね。お花がいっぱいですね。もうこちらもお花ぎっちりですね。そして体感があって、いやお花いっぱいですね。お花のいい香りがずっとしてます。そしてここがバックヤードですね。もうお花が飾りきれないですね。そして商談ルームがいくつかありまして、そして今回はタイカンのアートカーが飾られております。いやこちらもお花ですね。もうお花尽くしですね。はそしてこちらがキッズルームですね。そしてこちらには、いやポルシェのオフィシャルグッズですね。いやたくさんかっこいいものがありますね。そしてこちらにも、こちらは商談ルームというよりもウェイティングルームですかね。ちょうど向かいですね。向かいには今までポルシェセンターみなとみらいだったお店があるんですね。こちらは現在みなとみらい認定中古車センターとして、このスペースを使って中古車センター、こちらがオープンされたんですね。よってみなとみらいでは中古車センターとこちらのホテル併設の新車ディーラー、こちら2拠点、そして2拠点で展開していくと。素晴らしいですね。
そしてこちらなんとキッチンなんですね。こちらでいろいろなおもてなしが行われるようです。そしてフィッティングルームですね。こちらはポルシェの内装色とか外装色ですね。その他レザーのサンプルとかですね、そういったもののフィッティング、こちらが行われるんですね。いっぱい種類ありますね。ポルシェを買っていろいろ自分好みにカスタマイズする、その時はこのお部屋で行われるんですね。さあいかがでしたでしょうか。ポルシェセンターみなとみらい店リニューアルオープン、いやーとても綺麗で素晴らしいショールームでした。いやー今後こちらにお邪魔するのが楽しみになりますね。皆さんもぜひともポルシェをお考えの際はこちらまでお越しくださいませ。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。